7月26日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日も辛坊さんは大阪梅田のね、日本放送の関西支社からのご出演になります。はい、申し訳ございません、はい、私なんで関西支社かというと、まあ毎週ではないんですけれども、各週木曜日と大阪からやることが多いんですが、それに加えて今週は昨日、今日と月火と、まあ、何回も申し上げておりますように、今年の夏のスケジュールに関してですね、大阪で行政手続きをたくさんしなくちゃいけないと、はいはい、その行政手続きだいたい昼間しかやってませんので、東京にいると私住所地が関西なもんですからできなくなってしまうんでですね、はい、一気にまとめてやってしまおうということで、昨日まで連日お伝えしていたことのいくつかに解決、決着がつきました。はいはいはい、ご報告いたします。お願いします。私のマイナンバーは受理されておりました。よかったですね。昨日お家に帰ったらですね、転送不要という、地元郵便局からの、地元郵便局じゃねえな、差出人は地元の役所ですね、地元の、自治体のマイナンバーカードコールセンターというところかな、違うわ、地元の市役所の市民室重機グループ、重機グループってのはこれ住民基本台帳ネットワークの重機ですね。だからやっぱりこのマイナンバーってやつは、あの重機ネットの、まあ、いわゆる後継組織みたいな感じですね、後継組織というか後継制度ですよ、はい、そうしたら私ね、本当に納得いかないんですけど、あの2000年代の初頭にあの重機ネットが日本で発足するという時に、まあ一部の自治体は接続拒否だの、まあどっかの自治体はですね、あの役所の中のコンピューターにで普通に手続きしてるのに侵入できたとかって言ってですね、大騒ぎして重機ネットの大反対運動ってあったじゃないですか、はいはい、私あの時ですね、極めて少数派で、もう昼間のワイズショーからニュース番組から新聞の論調から全部こぞって、で一部のまあ右派の論客と称する人たちももうこぞってですね、重機ネット大反対ですよ、ところが私は当時ですね、ちょっと待ってください、今重機ネットで接続が始まってるって住民基本台帳に書いてあることで、当時住民基本台帳ってあの公開情報でしたから、誰でも役所行ったら住民基本台帳って普通に見られたんですよ、だから当時はなんか子供が小学校入学前になると急にランドセルの、あの会社あの業者からダイレクトメールが来たり、娘が成人に近づくとですね、やたら着物の案内が来たりとかってあったのは、みんな業者が地元の住民基本台帳を閲覧してですね、そこから個人情報を入手して、でその住民基本台帳に出ている個人情報をまあ一元管理しようかって話で、で漏れたらどうなるとか、漏洩の恐怖がみたいなことでマスコミが煽り立てたんだけど、漏洩の恐怖も何もこの住民基本台帳ネットワークで結ばれてる情報って基本公開情報だから、見ようと思えば全部見られる情報で、何を反対してんだこの人たちはと、頭おかしいんじゃねえかぐらいな勢いで私は言ったんですが、私極めて少数派だったもんだから、私の声なんかあの全然大きくならないどころか、私は当時ですね、その大反対運動してる人にいきなりとある放送局のエレベーターの中で呼び止められて、辛坊さん、あなたの言ってることはねえとか言われてですね、ふざけんなこいつと思ったんだけど、それが腹が立つのかだよ、住民基本台帳ネットワークにあれだけ反対した人たちがだよ、今の、マイナンバーってもう質が違うからね、今のマイナンバーって、今何やろうとしてるかというと、健康保険証なんかも紐付けて、ね、この健康保険証なんかが紐付けられるとですね、ある程度の、管理権限を持った人が検索をするとですね、その人の病歴までたどれるんですよ、だからまあ住民基本台帳ネットワークが発足した時のあの住民基本台帳の漏洩のリスク、まあ漏洩してませんけどね、漏洩リスクとこの住民マイナンバーの漏洩リスクと勘案したときに、それはまあ重機ネットよりもこのマイナンバーの方がはるかに大規模だし、まあ、ある意味精緻に構築されているという言い方もできますけれども、でもまあ、あの万が一の漏洩リスクを考えたときに、重機ネットどこの騒ぎじゃないんだけど、
あの時あれだけ大反対運動をしたマスコミも、はい、指揮者と称する人たちも、反対運動に加担してた当時の人たちも、うん、黙ったまんまってどういうことなんだこれはと、うん、おかしくないかと、当時私は正しいことを言ってたのは世界の中で私一人くらいだったということでね、まあ、そういうことって結構あるんですけどね、私の人生にとっては、はい、だから言った通りじゃんかみたいなことがあるんですけども、うん、でそれを言ってる当時少数派だったりするわけですよ。そうするとね、このね、住基ネットとかマイナンバーなんか典型で、はい、でマイナンバーに関して言うと私は若干の不安は今でも持ってるんだけど、やっぱ実用上という問題も、まあ、生じるわけですよ。まあまあ言っても俺の情報の中で漏れて困るような情報はそんなにないし、まあこれ今マイナンバー手に入れると2万円ぐらい手に入るからという実用上の問題もあり、さらにはですね、今年の夏に海外旅行等を控えていたんで、マイナンバー持ってるといろいろな手続きが簡便化されるというような話があったんで、もうこの辺で嫌だけどマイナンバー取っとこうかとこう思ってですね、はいはい、地元の自治体のホームページにアクセスして申請はしたんだけど、うん、確認しました。私の申請の日した日付がね、私 の, あの過去のいろんなところから、データを引いたら分かりました。6月18日に申請してます。6月18日、結構前ですね。だからもう40日ですよ、ね、1ヶ月半ですよ、ほぼほぼ1ヶ月半。で昨日やっと帰ったらですね、あんたのマイナンバーができた、 あんたのマイナンバーができたんで、はいはい、役所に取りに来いっていう通知書ですよ。それってあの昨日の放送を聞いて慌てて送ってきたわけじゃないですよね。昨日家に帰ったらついてましたからそれは多分無理だと思いますね。多分そこまでちゃんと仕事してれば見上げたもんですけど、新吾次郎さんが怒ってるぞって、うちの自治体の人がそこまで真面目に仕事をしてるとはとても思えないんで、なんだか40日も音沙汰なしで、もう昨日の皆さんの情報によると、あんたが撮ったマススマホで撮った写真の背景にいろんなものが写ってたからダメだったんじゃないのかと、それで却下されたんじゃないのかとで言われたから不安になってですね、もう一遍送った時の写真があのスマホに保存されてますから確認したら、確かに微妙に影があってですね、これで壁影があるだけじゃなくて、よく見ると背景、私白い壁だと思ってたんですが、よく背景を拡大してみると背景に字模様がついててですね、これは無地の背景とは言えないなと、でなおかつ影が大きすぎて綺麗に正面から証明書写真みたいに光が当たってないなと、これは却下されてもおかしくないなと、帰り道々スマホを確認しながらお家に帰ったら普通に届いててですよ、役所に届けに来いと。だから12月何日かまでに、12月28日までに受け取り期限というのがあってですね、取りに来いと。でハガキがあってですね、このハガキ、このマイナンバーカード交付通知書と、はい、それから本人確認書類がいろいろあるんですが、あれやこれや書いてあるわけですよ、納得いかないんです、マイナンバーカード交付通知書なんですよ、私のところに来てるのはね、はいはい、マイナンバーカード交付通知書なんだけれども、持参すべきものの一覧表の中に、マイナンバーカードって書いてあるのバカにしてるじゃねえか人のこと俺はマイナンバーカードを取りに行くんで、ね、そのマイナンバーカード交付通知書が来てるのに、そのマイナンバーカードを取りに行くための持ってきてくださいの、中に、本通知書はがき B 通知カード住民基本台帳カードマイナンバーカードおいマイナンバーカード持ってら取りに行かねえだろこれ、本当の通知書ですか、大丈夫ですか。で C の本人確認書類ってのがあるんですが、本人確認書類以下のあの書類を1点あがない場合はイを2点持参してくださいって書いてあるんですが、はいはい、あの筆頭に書いてあるのがマイナンバーカードバカにしてんのかこれはなんだよそれそれは本当ふざけんなよって、ちょっとボンミスですよね。いやボンミスじゃなくて、多分これは意図的なんだと思いますよ。どういうことなんですか。で今これ読み上げてて、あそういうことなのかとうすうす気がついたのはですね、はい、この通知表のところにこう書いてあるわけです、はい、マイナンバーカード交付通知書黒丸電子証明書発行通知書、多分ね兼用の通知書になってるんだと思うわ。だからこれは私の想像ですよ、今これ読んだ時の想像なんですけど、電子証明書発行通知書
として受け取った人は、多分マイナンバーカード、そうなのかな、分かんない、マイナンバーカードを持っていくと、電子証明書っていうのが発行されるのかな、きっと多分だから、それ用の通知書を兼ねてるから書いてあるんだと思いますけど、でも大半の人はこれを受け取ってですね、マイナンバーカード交付通知書の中で、当日持参するものの筆頭にマイナンバーカードって書いてあって、それは突っ込みますよね、そこはね。そう突っ込みだと思うよ、これ。確かにね。もうそんなわけでね、12月28日までに、取りに行かないと、なんかもう一遍取りに行かなきゃいけないみたいなことになるらしいですけど、それまでには取りに行ってくださいね、12月だからね、ということで、ね、今回の夏の海外旅行にはもう間に合わないと、今更取ってきたってですね、もうしょうがない、多分間に合わないでしょう。わかんない。取りに行けば大丈夫ですか。いや、だからもうこのマイナンバーは諦めて、マイナンバーのない人用のワクチン接種交付証明書の英文とやつも、これも週末に申請しました。で、この申請が生きてるかどうかは、10日経たないとわからないと。10日間ドキドキしながら待ってます。で、アメリカのエスタに関して言うと解決しました。今日の時点で、何回かやってるうちにですね、同じ作業してるんだけれども、つながる時とつながらない時とあるということは、こっちのバグの問題じゃなくて、多分向こうさんの何かトラブルだと思うんですけど、今日何回かやってるうちに運よく完全に最後までつながってですね、英文の、あなたエスターちゃんと承認されましたよっていうパスポートナンバーも全部入った英文の証明書みたいなやつをプリントアウトするところまで達しましたんで、これで見事にプリントアウトができて、あとは来週明け、だから申請してから10日以内ですから、あと1週間ぐらい以内にですね、今回マイナンバーカードを取りに来るためにはマイナンバーカードを持ってこいと言った、地元の役所が無事に、自宅にこれは郵送してくれることになってますから、はいはい、自宅に郵送してくれると無事これで海外旅行の準備が整うということですが、全てがクリアできなければ、私は今日は今年の夏はですね、海外に行ったふりをして、誰にも会わずに家でこもってよと悲しい夏になるところでしたね。そんなこんなでございます、まあ、でも昨日から今日にかけて辛坊さんのモヤモヤが少し吹っ切れてよかったですよ、はい、大きく進展をいたしましたんで、一応この番組では全部に責任を持つということで、申し上げたことの最終責任は、それで言うとね、一つ、もう一つお伝えしなきゃいけないのが、今から一月半ぐらい前に、我が家でスイカを育て始めたという話をしたじゃないですか、はいはいはい、この我が家でスイカを育て始めてて、森永卓郎さんは立派なスイカをくださったんだけど、我が家のスイカはまだ花は咲いてる状況で、あの段階でね、実なんか全然なる気配がなかったんですが、この週末2個発見しました。実がなったんですか。今ね2個なってるんです。ちょうどね、大きさがですね、しぼんだ水風船、分かりますか、ヨーヨーってあるじゃないですか、ヨーヨーもスケバンデカが持ってるような糸でくるくる回るやつじゃなくて、ゴムがついててバンバンって中に水が入ってる水風船ってやつですね。あの水風船ってしばらく置いとくとだんだん空気が抜けて小さくなるじゃないですか。でゴルフボールよりもワンサイズぐらい大きくなったぐらいのサイズです。テニスボールぐらいよりは小さい。だからちょうど、空気の抜けた水風船っていうのがね、いい感じ。空気が抜けてもあれ中に水が入ってると水のサイズでとどまりますから、そうです、ね、ちょうどそんな感じで2個なんです。かわいいじゃないですか。今日私ね、玄関先で絶叫しちゃいましたよ、ちょうど今日この番組やるんで玄関先出てきたところでですね、うちのバカ息子パート1っていうのがですね、車に乗って帰ってきて、うちの駐車場にバックで入れようとした時に、もう住んでるところでその2個しかできていないスイカを踏み潰すところで、そんな、ちょっと待て仰天してましたけどね、何事かと思って、何か踏んだのかと思って、いやそうじゃなくて、今お前俺が丹精込めて今年の夏作ってるスイカを今もうちょっとのところで踏むとこだったんだよ、どうしてくれんだみたいな、まあ、大きな縦看板でもかけてたらどうですか、名前かなんかつけてね、2つにね、そうだね、スイコ、スイコ、安直ですね、スイカ、あ、これ違うね、どっかの電車に乗るカードみたいな感じですから、ね、はい、スイコ、はい、以上です。わかりました。じゃあ今日もね、大阪とつないでお送りしますが、よろしくお願いいたします。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。昨日と比べまして44円4銭、安い 27,655 円21銭で取引を終えました。アメリカの景気後退への警戒感から売りが優勢となりました。ただ昨日のアメリカ株式相場の上昇を好感した買い注文が入りまして、一時プラスに転じる場面もありました。
為替相場は現在1ドル136円65銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっています。ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台はコロナの、ね、検査キット不足、今考える薬局の役割と市販薬の購買方法というニュースにつきまして、その病気市販薬で治せますの著者で薬剤師の栗健人さんにお話を伺っていきます。5時台に取り上げるのはサル痘感染国内で初確認という気になるニュースにもズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、今日のズームをミュージックリクエストどうしましょう。丹精込めて作ったスイカを車に踏み潰された時に聞きたい曲丹精込めて作ったスイカを車で踏み潰されそうになった時にね、聞きたい曲、zoom@1242.com でお待ちしております。さあ、この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。東京秋葉原で2008年6月、7人が死亡、10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件で、殺人などの罪に問われ死刑が確定した加藤智大死刑囚の刑が今日午前執行されました。死刑執行は去年12月以来で、岸田政権では2回目になります。ロシア国防省はウクライナ産穀物の輸出拠点となる南部オデッサ港への23日の攻撃について、ウクライナ軍の拠点を狙った正当な攻撃だと主張しました。ロシアとウクライナは22日に国連、トルコを交え、オデッサなどからの穀物の海上輸送の再開に合意しています。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の高橋治之元理事の会社が、大会スポンサーとコンサルティング契約を結び、数千万円を受け取っていたとされる問題で、東京地検特捜部は元理事の自宅などの家宅捜索を始めました。林芳正外務大臣は今日、アメリカ・イギリス両国と共同で、ミャンマーの民主活動家らの死刑執行について、軍政によって人権と法の支配を軽視する非難されるべき暴力行為だとする内容の共同声明を発表しました。トヨタ自動車は昨日、顧客から受け付けた SUV 車ハリアーの現行モデルの一部注文を取り消していることを明らかにしました。トヨタは世界的な半導体不足などで減産を強いられ、幅広い車種で納車遅れが続いています。国土交通省は経営が厳しい地方鉄道の存続廃止を検討する地域協議会について、来年度から議論を始められるようにすると明らかにしました。関連法の改正を検討し、財政支援を来年度予算の概算要求に盛り込む方針です。福井県の海水浴場でイルカに噛まれたとの報告が数件あり、怪我人も出たことを受け、海水浴場の運営協議会や福井市は昨日、イルカが苦手とされる超音波の発信機の設置準備を始めました。市の担当者は、イルカを見かけても触らないようにしてほしいと注意を呼びかけています。今日と明日、プロ野球オールスターゲーム2022が行われます。昨日の事前イベントで佐々木朗希投手は自己最速の164キロのストレートでオールスター戦の最速記録更新に意欲を見せました。一方、ヤクルトの村上宗隆選手は佐々木投手との対決に向け意気込みを語りました。日本放送では今日と明日夕方5時30分から実況生中継します。イルカって可愛いですよ。可愛いですよね。私太平洋横断中にですね、はい、
イルカの群れがうちの船の伴走っていうかですね、うん、ちょうど群れ何頭ぐらいかな、10頭は軽くいたと思いますけれども、うちの船取り囲んでですね、うん、うちの船ってまあヨットだからそんなにスピード出ないんですけど、うん、そのスピードに合わせて周り飛んだり跳ねたりしてくれてですね、すごく癒されたんですが、うん、だからまあイルカ見に行きたいという気持ちはわかります、うん、で今大阪湾走っててもね、大阪湾でいつもイルカがいるところいるんですよ。それからもともと大阪湾って小さいイルカの種類のスナメリって言って背びれがないのかな、まあ、あのかなりちっちゃいイルカですけれども、うん、そういうのが普通にいますんでね、うんうん、あのとっても嬉しいんです。で海水浴場なんかでイルカが出ると海水浴客が嬉しいのは分かるんだけど、うん、全世界的に見ると常識なのは野生のイルカには近づくなっていうのがあってですね、そうなんですか。だから訓練されてるイルカでイルカと一緒に泳げますみたいなことをしてるところありますよね、うん、ああいうところのイルカはいいんですよ、うんうん、あの確かによく訓練されてますから、はい、まあ、噛みつかれることもないですが、かわいくていい子ね、ところがですね、野生のイルカって噛みつかれたというケースはあんまり聞いたことないんですけども、まあ、実際に丈夫な歯があのクジラのじゃないイルカの種類によったら100本ぐらい並んでますからね。 あれは噛まれりゃ痛いですよ。でもっと恐ろしいのはですね、多分イルカの側にそんなに悪意はないと思うんだけど、海外の事例であるのは海中に引きずり込まれることがあるんですよ。でイルカって体重やっぱり大きいのになると200キロぐらいの体重があって力も強くて、海中ではもう人間の泳ぐ力なんか全くもう勝負にならないですから、だからそんなにイルカの側には悪意がなくて単に遊んでるつもりでも、海面一緒に泳いでたつもりがですね、イルカにまあ水着の一部かなんか噛まれてそのまま海中にグッと引きずり込まれたら、これはちょっと恐怖ですね。人間は水中で息できませんからね、まあイルカも哺乳類だからあの水中で息してるわけじゃないですが、うん、それでもイルカみたいに長時間持たないですから、はい、まあ溺れ死ぬということがありますんで、あの常識としてですね、海水浴場にイルカがいたら楽しくて一緒に泳げていいなみたいなことは誰でも考えますけども、うんうん、世界的な常識としては野生のイルカには近づくなっていうのが、ね、はい、もうこれはもう常識中の常識なんでね。だから特にあのお父さんお母さん、子供さん海水浴場に連れてって、あのお金払ってちゃんと飼育してあるやつは訓練してあるやつは大丈夫ですけども、そうじゃなくて野生のイルカがたまたまいるっていうケースが、最近ね日本近海でもあるんですよ。私大阪湾でも目撃するぐらいですからね。それなんでですかね、増えてるんですかねイルカ。わかんない。だからもしかすると海流の変化とか海水温の変化とかが影響してる可能性もありますけど、もうそこから先はもう推測しかわからない、ないんですが、実感として日本近海でも結構あの、イルカクジラ類っていうのが、なんか増えてるような気がするんですよ。クジラも、うん、あクジラとイルカってクジラって2種類いるんですが、大きくクジラ分けるとですね、うん、あのヒゲクジラとハクジラっていうのがあって、イルカみたいに歯があるクジラと、はい、イルカみたいに歯がなくて、まあ、ヒゲと一般に言われるんだけれども、うん、まあ、要するに大きな巨大な板状のなんていうかな、コシキって分かりますかね、なんかあのプランクトンをこし取るんですよ、うん、海水ぐっと口の中入れて海水だけピュッとあのそのコシキの口の間みたいなとこから吹き出すと、その中にプランクトンがとどまってそれを食べるっていう、まあ、ヒゲクジラっていうんですね、いっぺんにそれクジラのヒゲって言われてるんですが、クジラのヒゲって、まあ、文楽人形のバネとかに伝統的に使われたりなんかするんですが、このヒゲクジラ類っていうのは、まあ、有名なところで言うと、まあ、ナガスクジラであるとかシロナガスクジラであるとか、日本で捕鯨の対象になってな基本的にこのヒゲクジラ類なんですけども、ハクジラ類っていうのがあって、そういうあのプランクトンをこし取るヒゲの代わりに歯が本当に生えてるっていうクジラがあって、それの小さいやつがイルカなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。それの小さいやつがイルカなんです、うん、でそのハクジラ類の最大のものがマッコウクジラなんです。マッコウクジラっていうのはナガスクジラその他のクジラと同じぐらいの、まあ、長さ20メートルとかっていうサイズがありますけれども、はいはい、あのマッコウクジラっていうやつだけ特殊で、いわゆるヒゲクジラに属さないんです。だからイルカの親戚のでかいやつっていうので、うん、マッコウクジラは、うん、体の構造とか口の周りの構造が全然違うんです。でこれが頭が強烈に硬いんです、岩のようにマッコウクジラって、うんうん、私はそれにぶち当たったんです。いやそんな解説をしようと思ってこれ喋り出したんじゃないんだけどな、詳しいと思いましたよ。まあいいや、もう時間だこれ。失礼しました。ズームフラッシュでした。
7月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。辛坊治郎と日本放送の増山さやかでお送りしています。今日は辛坊さん、大阪梅田の日本放送関西支社からお送りしております。大阪すごいいい天気なんですが、なんか今日私 ね昼の全国ニュース見てたら、東京で街頭から中継してたら雨降ってる感じで、東京雨なんだと思ってびっくりしたんですが、ね、結構強い雨が降りまして、で気温もね、30度届いてないんですよ。 28.3 度かな、3時まで。あら、まあそうですか。で今もね、どんよりした曇り空で雨がね、関西はドピーカンって感じでですね、今日日中の最高気温が、まあ、36.7 度というのが公式発表なんですけど、はいはいはい、私車の中の温度計の外気温計見てたら、私の住んでるところでは40度いってましたよ。そんなに暑かったんですか、はい、全然違いますね。本当だね。なんか今日軽やかな、何ですかそのシャツは、ちょっとアロハっぽいの。いやいや、まあ、紛れもなくアロハですね、はい、なんかこうちょっと、いや実はもうちょっとヨレヨレの T シャツ着てたんですけども、家出るときにですね、うちの神さんにこれで行っていいかなって着替えなさいって言われてですね、いや別にラジオだからいいんじゃないのと思ったんですが、いや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 、ラジオ舐めちゃいけませんよ。いやいや、だけどラジオって別に着るもんなんでも関係ないじゃん。いやいや、一生懸命やれば、いやいやいや、こういうところからね広がっていくんです、口コミは。辛坊さんがヨレヨレのシャツ着てたって、あっという間に世の中に広がる。だって誰も 見えないじゃんそれ言うんですよ。まあいいか、はい、そんなことです、ね。さあ、ご意見いただいております。はい、ありがとうございます。こちらはお名前がないのかな。いつも家族でポッドキャストで楽しく拝聴しております。ありがとうございます。生でも時々聞いてみてくださいね。恐縮です。小学生の子供が夏休みに入りました。あ、宿題大変だな。でそれですよ、小6の長男が夏休みの読書感想文の宿題で、風のことは風に問えを題材に読書感想文を書く予定です。それはね、間違いなく出世しますね、うん。で読書感想文を書くにあたり、息子へ何かアドバイスがありましたらぜひお願いします。辛坊さんのご意見、いかんによっては成績が、基本的にね、心に浮かんだことをそのまま文字にするのがいいですから、うん、こうやったら人に受けるとかそんなこと考えなくて大丈夫だから、もう別に、何か思想や理論を伝える話じゃなくて、こんなことが起きましたっていう、はいはい、それだけの物語ですから、こういうことが起きたということを、うん、まあ、本で体験をしてですね、それが、まあ、皆さんの、読んでくださる皆さんのですね、うん、いや人生の中で役に立てばいいわけですから、だからその、小学6年生の読んだということだけでもね、うん、これ素晴らしいですから。いや、はい、私もね、この風のことは風に問えて、辛坊さんの他のご著書もね、拝見させていただいてますが、なんかこの本に関しては、いつもの、なんていうんですか、辛坊さん口調ではなく、あら、辛坊さんってなんかちょっとこんな詩的なこと、こんな文章書いちゃうんだ、みたいなね、ちょっとね、新しい。どういうことですか。いやいや、割となんかほら、人のことを割と罵ったりみたいなこととかを、ね、誰か罵るか、書かれたり、私そんなことしませんよ。してた感じがするんですけど、これはなんかね、文学的なちょっと匂いもね。いや、文学的な匂いはしませんけれども、うん、私過去書いた本も大学の、国語の読解で使われたぐらいですから、そうそうそう、ね、日本語は一応長年それで商売しておりますから、うん、まあそんなに間違った日本語は使ってないはずなので。いや、そしてなんかね、はい、素敵だなと思う文章がね、今覚えてないんですけど、いや、それちょっと知り合いの増山さんの周りの女子大生とかに広げてください。女子大生じゃなくておじさんとかに伝えときます。いやいや、もう女子大生OL さん限定でお願いします。いやいや、まあ、じゃあ心がけておきます。よろしく。まだまだね、ご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。いや、でもね、その小学校の時読んだ本ってね、結構影響大きいようなと思うのは、大きいですよね。私太平洋横断行こうと思い始めたきっかけはですね、小学校の時に子供用の本でね、死の艦隊っていうのがあったんです。はい、死の艦隊って結構当時有名な本だったんですが、うん、何の本かというとですね、マゼランの世界一周航海記なんです。はい、この子供用の、まあ、ジュブナイルって言われる子供用の読み物で、死の艦隊っていうやつを小学校の時に読んで、あと、中学校ぐらいの時に、シュリーマンっていう考古学者のですね、古代への情熱という、まあ、専門家に言わせると嘘ばっかり書いてあるとかっていう人いるんですけど、この2冊の本が人生に決定的な影響を
をもたらしましたからね、はい、だからそのね今そのメール、お便りくださった方のお子さんに、うん、の人生に、うんうん、将来もしかすると太平洋に行くとか言い出すかもしれませんが、その時は温かく見守っていただければと、ね、よろしくお願いします。そうですね、いい文章が書けること祈ってます。さあ、この後は検査キット不足、今考える薬局の役割と市販薬の購買方法というニュースにズームします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。検査キット不足、今考える薬局の役割と市販薬の購買方法。東京都は感染の急激な拡大を受けて抗原検査キットの不足に対応しようと、25日までに都内のおよそ1000の医療機関に9万個余りの抗原検査キットを送りました。抗原検査キットを販売する薬局では買い求める人が急増する中、在庫が確保しにくくなっています。今日はその病気市販薬で治せますの著者で、現在もドラッグストアの売り場に立っている薬剤師の栗健人さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。薬剤師の、栗健人と申します。よろしくお願いします。いやなんかね、今スカイプ越しで、今私大阪にいるんですけれども、うん、スカイプ越しで東京のスタジオにいらっしゃる栗さんが見えてるんですけど、なんか爽やか好青年ですよね。そうなん、私はね本を拝見させて拝読させていただいたんですけど、もうちょっとあの年齢上の方かなと想像してたんですけど、もうちょっと汚いおっさんが来るかと思ったらあの爽やかな兄ちゃんが来てそうそうみんなで驚いたって感じですね。これきっとね、とんでもないです。もう今日はまな板の恋になったつもりで参りました。いや何をおっしゃるやら、栗さん薬剤師さん。はい、そうです。で現場で今あの薬売ってらっしゃるの？もうそうですね、もう毎日、市販薬の相談に乗ってお客様に売ったり、あとまあ日用品とかそういう雑貨なども売っております。で今何が一番売れ筋ですか？やっぱりそうですね、コロナのこの抗原検査キットの問い合わせ、もうこれは毎日来ますね。抗原検査キットってどういう人が買いに来るんですか？大体そもそも私買ったことないんですけど、いくらぐらいするものなんですか？そうですね、今薬局の方では大体まあ2000円ぐらいで、そうですね、はい、購入できるものになっています。マサノさん買われました。もうね、やっと見つけてね、もう今ものすごい探してやっと見つけて買いました。え、なんですか、入手困難なんですか今？困難ですよね、割とね。そうですね、全くないわけではないんですけれども、そうそう、やっぱりちょっと品不足かなと思いますので、ただまあ、 あの落ち着いて行動をあのしっかりとっていただければいいのかなと思いますね。なんか聞くところによると、あの抗原検査にもいろんな種類があるんですって？おっしゃる通りで、あの実は抗原検査キットって2種類あるんですね。で私も店頭でお客様にご説明するんですが、まあ、この10日間ほぼ全ての方が、まあ、この2種類の区別がついてないというのはちょっと危ないかなと。いや、そうだって、私全然そんな話今初めて聞いたっていうレベルですよ。あ、どう違うんですか？そうですね、一つはあの厚生労働省が認可した医療用の抗原検査キットというのと、はい、もう一つは研究用の検査キットというのがあるんですね。はあ、で、あの研究用というのは、まあ、その診断用とかではないので、まあ、厚労省にも認可されてませんですし、ええ、まあ、正確性がわからないので、例えば感染してる人でも陰性になっちゃうかもしれないんですね。なので、まあ感染拡大する可能性もあるので、ちょっと気をつけなきゃいけないというところで、まあ、過去に行政もですね、これ注意を呼びかけてまして、医療関係者の間でよく知られた話なんですが、はい、まあ、なかなか生活者の方にはまだまだそこの情報が届いてないのかなと。それ買うときに区別つくんですか？あ、はい、あのこれ明確につきます。まあ、研究用というのがそもそも書かれているというのと、あとその研究用って書いてあるんですか？あ、書いてあるんです。あのパッケージをよく見ていただくとちっちゃくですね、研究用と書かれているのがあるんですが、そもそもその今報道とか自治体が配っているこの厚労省認可のですね、医療用というのは薬剤師でないとこれ販売できないんですね。ほうほうほう。で、あの店頭に基本的にこう現品が置いてあるものではないんですよ。ドラッグストアへ薬局へ行って薬剤師にありますかと聞いた時に奥の方からごそごそと持ってくると、はいはい、こういうものなんですね。それに対して研究用というのは、あの基本的に誰が売ってもいいものなので、はあ、あのネットでも普通に売られてますし、あとやっぱ街歩いてると、まあ普通にですね、はい、まだまだちょっと置いてあるお店なんかもあるかなと。それ値段も違うんですか？これはですね、1000円ぐらいのもあれば、
医療用とほぼ変わらないようなものを思われますね、はい、その医療用のやつっていうのはどこで区別ができるんですか？医療用って書いてあるんですか？そうですね、もうこれはですね、その薬局の薬剤師の方に、伝えればですね、しっかりそれをですね持ってきてくださいますし、また買うときはですね、自分の名前書いたりとか説明を受けなきゃいけないっていうちょっと特殊なお薬なんですね。はうん、なんで逆にもうなんかこう投げ売りみたいな感じで、はいどうぞとなったら、それは研究用だと思っていただければと思います。あ、そういうことですか、うん、知らないとそれは買っちゃいます ね。そうですね。さて、栗さんはその病気市販薬で治せますという本を、お出しになってですね、薬剤師実際に薬売ってらっしゃるお立場からいろいろこう我々に教えてくれるわけですけども、素朴に思うんですけど、市販薬って1類2類3類なんかあるじゃないですか、はい、だから普通にコンビニで買えるようなのもありますよね今、うん、あれコンビニで今1類2類まで買えるんでしたっけ、 どうなってんでしたっけ。資格者がいればですね、届け出をしていれば買えるところもありますが、でもほとんどまだ買えない状態だと思います。薬屋さんで薬剤師さんがいないところで普通にお金出してレジ持ってて買えるやつは、あれ1類ってやつですか。薬剤師がいないところだと2類とか3類とかになりますね。あ、2類3類、はい、1類っていうのがあれですか、処方箋がいるやつですか。1類はですね、処方箋はいらないんですけれども、薬剤師による安全確認が必要な、そういったお薬になります。2類は、2類は、薬剤師の介入が、必須ではないんですけれども、適宜情報資格者の方がですね、はい、情報提供したりとか、あで相談があったら必ず乗らなきゃいけないとか、そういった義務付けがあります。3類は、3類もほぼ同じようなものですね。ただいずれにしろ2類も3類もお薬なので、許可を得た範囲内でしか、敷地としてですね、決まった場所でしか買っちゃいけないとか。これもう私みたいなど素人のこうイメージで喋りますけども、なんかお医者さん行って処方箋書いてもらって出してもらう薬に比べると、薬局で普通にお金さえ出しゃ買える薬って効きが弱いような気がするんですが、イメージね。そうですよね。ありがとうございます。もうまさにそこなんですけれども、いい質問ですということですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。まさにそこで結構誤解があるところかなと思います、もちろん血圧の薬とかそういうのは病院でしっかりお薬をもらうべきなんですが、はいはい、最近は風邪薬とかですね、そのちょっとした、体調不良とか、それに対して出されるお薬というのは、実は病院の薬と市販薬でかなり差が縮まってます。縮まってきてるということは、前はだいぶ開いていたんだけど、市販薬と処方薬との違いがだんだん薄れてきてるというのは、つまりそれは政策的にそういう方向性に向かってるっていうことですか。もうおっしゃる通りで、そこは政策誘導がかかっておりまして、医療用で今まで使われてたものが、徐々にですね、この処方箋なしで買える市販薬に、転化されつつあります。なんでそういう方向性になってるんですか。これはですね、いろいろ言われてるんですけれども、国から見るとやはり医療費が今すごく、膨らんでるという中で、そうですね、で経済的なところを言えば、そこでもしわざわざ病院にかかるほどではないのであれば、市販薬でもいいのではないかというところですね。何でもかんでも病院行って、病院行くとお医者さんのお金も発生するし、処方箋書いてもらうと処方箋のお金も発生するし、これここから先どうなんだろうと思うんだけど、処方薬だと健康保険が効くから、いや3割負担だったら3割で済むけど、それ普通に薬局で買ってくれた方が医療費全体に与える影響が小さくなるからっていう、そういうことですかね。そうですね、それはよく言われる、あるあるなんですね。ただ、ちょっと気をつけていただきたいのは、そうするとじゃあ国民にとって何のメリットがあるの、っていうことですね。国にとってはいいことですけれども、これ国民にとってもやっぱりいいことあって、はい、やっぱり世の中にはすごく忙しかったり、お子さんの面倒とかでなかなか病院かかれない方たくさんいらっしゃるんですよ。わかる。今病院行って処方箋書いてもらって、薬局行ってっていう手間考えたら、もうその10割自分で負担してもいいから、薬局で普通に薬売ってよと思う時ありますね。そうなんです、そうなんです。だからそういう方が市販薬を買ってます。
ああ、そういう構図か。なんか今、増山さん、なんか聞こうと思ったの、遮っちゃってごめんなさい。いえいえ、全然。処方薬と同じような名前の、市販薬っても最近ありますよね、結構ね。はい、結構増えてきましたね。有名なのだと、ロキソニンとか、あとガスターテンとか、それから花粉症のアレグラとかですね。それはほぼ、処方薬と効果は変わらないぐらいのレベルのもの、うん、はい、変わらないと考えていただいて大丈夫です。いや、そのアレグラとロキソニンがちょうどですね、私が持ってるその病気市販薬で治せますっていう栗さんの本の後ろのですね、帯のところの横の見出しで、うん、アレグラ解禁が全てを変えた、うん、日本人ばかり大量消費するロキソニンっていう、こういう今見出しがあるんですが、これまず一つ一つ教えてください。アレグラ解禁が全てを変えたってどういう話ですか？そうですね、やっぱりアレグラ使う人って、まあ、花粉症の患者さんですごく、まあ、多かったんですね。そうそう、私も今もう春先この薬欠かせないっていうか手放せないですよ、うん、いや、そうですよね。で、そういう方って今まで結構、まあ、病院へ行って、でお医者さんに花粉症ですって言って、花粉症だねって言われて、じゃあ出しとくねっていう、はい、ええ、こうなんだろうこのやり取りみたいなのが毎年のルーチンであったと思うんですよ、ね、分かる分かる。毎年毎年花粉症の時期に医者行って、先生花粉症だと思うんですけど、ああそれはね花粉症だわって、ええ、じゃあ、まあ、あれぐらい出しとくからありがとうございますって薬局行って買うやつですね。そうですね、はあ、でそれがですね、やっぱアレグラが市販薬になって、ええ、で皆さんこう病院にわざわざ行かなくても買えるようになったと。あ、でもそれって毎年必ずお医者さんは春先にそれで収入を得ていたのに、そんな迷惑なことすんなよってお医者さんから反発とかなかったんですかね？あったかもしれませんけど、でもお医者さんの中にはやっぱり忙しいと、ちょっとそういう患者さんばっかり見るのも大変だなっていう方もいらっしゃったと思うんですね、でそういうお医者さんにとってはいいことだったと思いますね。なるほどね、なるほどね。というのは、ということはつまり薬剤師さんの間で、あれぐらが店頭で普通に買える薬になったっていうのは、それは大きなことだったんですね。そうですね、大きなことだったと思います。正直私も最初は結構値段も高くて、こんなの誰が買うのかななんて思ってたんですけど、やっぱり皆さんそれぞれいろんな生活スタイルがありますから、はい、まあ、結構買ってて、もう今は本当に何でしょうね、もう花粉症の季節になるとドラッグストアにも山積みされている商品の一つに成長しましたね。いや、やっぱりね、毎年あれぐらい病院行って処方してもらって使ってた人からすると効き目はよく分かってるわけですよ、うん、で同じ効き目のものが普通に病院行かずに買えるんだったら二手間ぐらい省けますからね。そりゃ確かに、大きな変化だろうなとは思います。もう一つの横見出し、日本人ばかり大量消費するロキソニンって、これどういうことですか？あ、そうですね、これはですね、まあ、ロキソニンっていう解熱鎮痛薬、まあ、皆さんにとって非常に、まあ、馴染みのあるものだとは思うんですけれども、はい、まあ、実はこれは日本以外では、まあ、あまり使われてないんだよって、まあ、ちょっとそういう小話的なお話させていただきました。ああ、うん、なんでなんですかね。そうですね、海外ですとイブプロフェンとか、はい、もうちょっといろんなものがあるんですね、でロキソニンというのはもともと日本の製薬メーカーが作ったものでして、はいはい、多分まあそこの初期の営業活動とか、そういうのでいっぱいこうお医者さんに使われて、なるほど、ね、それでまあ周知されたと。なので国によってじゃあ入り廃りというかトレンドの薬が違ってくるわけですね。それでいうとね、ここの横見出しでもう一つ、中国人観光客に爆買いされた神薬、神様の薬、神薬って、これ多分横見出しがここまでなんで、知りたければ本文読めって話なんですけど今日せっかく栗さん来ていただいてますから、これの謎解きだけお願いします。ありがとうございます。これですね、日本の薬って結構市販薬って独特で、なんかちょっとですね、こう使いやすい工夫とかされてるんですよね、例えば硫化酸ダイレクトとか、これ結構硫化酸のこう水なしで飲めるタイプがあるんですよ ね、 ですよね。今まではそうですね、今まではやっぱりもう薬っていうとね、水ありで飲まなきゃいけないっていうのが、これだったら水がなくてもちょっとした時間にさっと飲めるとか、そういう技術がすごいよねみたいな。で結構我々にとってはまあ当たり前のものが、海外から見ると、これって日本の技術すごいわという形でまあヒットしたなんてものがありましたね。ああ、
まあ中国、私はごめんなさい、中国の薬っていうとですね、昔あの海外旅行の土産でもらう怪しげな薬があって、これは飲んでいいのか悪いのか薬を前にうーんって、もう飲む時にはもう一大決心で飲むような、そういうのあったんですけど、ああいう薬って薬剤師さんから見るとどうなんですかね。いやちょっと怖いですね、やっぱりね。私もあの中国のドラッグストアこう回ったりもしたこともありますけれども、ちょっとあのそうですね、もう成分の表記の仕方とかも日本と全然違うので、はい、ちょっと品質のとこどうかなとか、ね、ああいうのを土産に買ってくるのもどうかと思うけどもらった方もね、結構悩みどころだなと思うんですが、それで言うと横見出しの中でごめんなさいね、これあの、私実はこれ興味あるんですよ、あの夜眠れない時にですね、何年か前からあの夜あのドリエルって、まさに副作用を転用したドリエルの注意点というのが見出しのタイトルに あるんですが、あの ドリエルとか、なんかこれあれですよね、眠るとかっていうののスペイン語からなんかの動詞から作った多分薬の名前だと思うんですけど、これもともと副作用を転用したものなんですか。そうですね、成分自体はそのまあアレルギーのお薬として非常にまあ有名なものでしたね、はい、でその中のまあ副作用として、まあ、ちょっと頭がポヤンとしてしまいますよと、いうところを今利用しているのがまあこのお薬ですね、まあ、なので悪いとかではないんですよ、悪いとかではないんですけれども、はい、やっぱりねちょっと使い方には注意が必要かなと、どうですか、あの薬局の店頭、ドラッグストアの店頭でこうずっとお客さんとこう接してらしてですね、一番思うこと何です。これはですね、もう我々の薬剤師にとって当たり前と思っている情報と、はい、その生活者の方々が知ってる情報に、ええ、その間にとてつもなく大きなですね、まあ、ギャップがあるんだなっていうのは本当これ感じますね。ああ例えば。そうですね、例えばまあ今の時期なんですけれども、あの虫除けスプレーって結構売れるんですよ。はい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 、ね、であれってまあスプレータイプが結構あるんですけれども、あれの正しい使い方を知ってる方って実はあんまりいなくて、教えてください。私ねあれスプレーしてもね、よく蚊に食われるんです。あ本当ですか。使い方があこれはそうなんです、おっしゃる通りで、実はあの虫除けスプレーっていうのは日焼け止めと同じ感じで使っていただきたいんですよ。はあ、香水じゃないんです。日焼け止めなんです。はあ、これつまりですね、塗った場所しかあれ効かないんですね。はあはあ、どういう仕組みかというと、こう塗った場所に蚊がですね、寄ってくるんです。はいはい、蚊は寄ってくるんですが、塗った場所に蚊がつくと、吸血行為をやめてどっか行っちゃうんですね。はあ、そういう化学成分なんですよ。ええ、なので、塗りムラがあると、そこに蚊が行った時に普通に吸っちゃうんですね。あ、そういうことか。噴霧型の霧になって飛ばすやつあるじゃないですか。はい、霧になって飛ばすやつって、あの、要するに霧だから小さな粒々が皮膚の表面につくわけですよね。うん、はい、そうすると塗って広げないと、粒々ついたところ以外に蚊が止まると、刺しちゃうってことですね。シュッシュじゃダメなんだ。おっしゃる通りで、そうですね。なんか手のひらにこう、ため息みたいのを作って塗ったりとか。なんかはおすすめですね。私も実際ですね、こう小型タイプの虫除けスプレーにこう絵の具で着色して、はい、白い紙に吹きかけてワンプッシュで大体どんぐらいの範囲がですねこうカバーされるのかって見たんですが、はい、すごいちっちゃかったですね。あ、なるほどね。なんとなくあのシュッシュッシュッってやってそのあたりにあの霧が飛んでるから全部についたような錯覚を得てるだけで、それじゃダメだっちゅうことですな。はい、香水とは違うんです。あ、そうなんだ。というところを覚えておいていただくといいのかなとか、もうしっかり面として塗り広げてやらないと、その要するにつぶつぶついてないところに蚊が止まって吸っちゃうぞと、そういうことですな。そうですね。いや、それはとっても参考になりました。なんで私ねシュッシュしてんのに蚊に食われるんだろうと思ってずっと疑問だったんですけども、いや、この夏は安心ですね、辛坊さん、ね、今日境にね、僕は蚊に食われない男になりました。何かっこつけて言って、ね、いやいや、クリさん、はい、クリさんなかなかねイケてますよ。ありがとうございます。なんか見た目もいけてるし、いや、あの喋りもいけてるから、私もね、ちょっとこれからねちょっとあのガツンとですねテレビ出てもげていただいて一部回してくださいって。何を言ってんだよ本当に。でもね、こういったご登場は初めてということでね、今日はねあのお話伺いました、ね、またぜひお越しになってください。今日は
薬剤師の栗健人さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。7月26日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。まずはね、メールをご紹介しますね。はいはい、ありがとうございます。東京都のつよよんさん、マイナンバーカードについてです。はい、20歳未満な人は5年の有効期限です。もう始まってから5年経っているので、更新申請の人はマイナンバーカードも本人確認書類になりますよね。辛坊さんがね、オープニングで。そういうことなんだ。そういうことか。なるほどね。マイナンバーカードのね、申請をしたのにマイナンバーカード必要書類とは何事かっていうね、お話でしたけれども、こういうケースがね、あると。ああ、なるほど。はい。よくわかりました。ズームミュージックリクエスト、今日は丹精を込めて作ったスイカを車で踏みつぶされた時に聞きたい曲です。まず、千葉県のゆうたんさんはですね、山口百恵さんのプレイバックパート2。わかるわかる。そう、ゆうたんさんはコロナ感染で自宅療養7日目です。未だに保健所からの連絡がありません。このまま自宅療養解除日を迎えるようかなというね。そうですね。今もうこれだけ増えると保健所も手一杯で、だからもうだいぶ前からね、保健所も濃厚接触者の追跡調査だけど最初はやってましたからね。そうですね。最初はだから濃厚接触者を特定してその人たちに通知をしてっていう作業をしてましたけど、途中からこんなもん絶対無理って話になって、無理だからってやめる、無理だからやめていいような話だったら花からっていうようなことをあえて言いませんけれどもや。はい、続けてお願いします。神奈川県横浜市の井戸ヶ谷大谷ちゃんさん、チェッカーズの神様ヘルプをリクエストします。ね、あ、そのまんまですね。はいはい、東京都のサッチさんは、中島みゆきさん、恨みます。面白い。豊島区のハッタリさん、はい、西城秀樹さん、ホップ、ステップ、ジャンプ。せっかく踏みつぶされるなら楽しく踏みつぶされましょう、だって。前向きですね。前向きですね、ある意味。はい、それから新潟県新潟市の小屋小屋さん、56歳。本日のズームオンミュージックリクエストですが、ピンクレディの透明人間をお願いします。どうして？歌詞にショークショークショーク、あー、ショークと。なるほど、本当に。うん、ええ。足立区の俊彦さん、41歳。丹精を込めて育てたスイカを車で踏みつぶされそうになった時に聞きたい曲は、カイバンドのヒーローで、どうでしょう。どうして？ヒーローになる時、それは今引き裂かれた夜にお前を話はしないと命がけてスイカを守る姿勢を感じいや、それはスイカより自分の命の方が大切でしょう。そうですね。はい、千葉県佐倉市45歳、特攻チーム A 野郎さんはですね、近藤正彦さんの愚か者。長野県のもぎまるさん、ゆずで終わりの歌。はあ、ね、あの日君が足を止めて僕らの歌を聴いてくれて、すべてはそこから始まった物語。まあ過ぎたことはもういいじゃん、気持ちを切り替えて進もうということだそうです、うん、あ、いいですね、前向きですね。茨城県の取手市の日替わり弁当さん、奥田民生さんのさすらい。なんで？電動バイクで旅をするときにはスイカヘルメットをかぶりますよね。転がり続けて歌うよ、旅路の歌を。スイカのヘルメットをかぶって、あの、なんだっけ、テレビ番組でありますよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。名前が出てこない、どうしよう。ほら、あの人がやってるやつ、えあのバイクで。バイクでしょ、ほら、なんか、あ、ちょっと、なんでもやだ。そう、出川さんがほらほら、あのスクーターみたいなの乗って、あの回る番組があるんですよ。あ、充電させてもらうやつね。あ、それですよ。はいはい、スイカのヘルメットかぶってますね。なんか貸してくださいとか、その手のやつ結構最近あるよね。そうそう、充電させてくださいとかね、はい、神奈川県横浜市の国ひるさん、ズバリ吉幾三さんの、スイカお願いします。用歌の方のスイカ。スイカっていう曲があるの？ある、ある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 。でね、今日はこの曲が一番多かった3通ですけど。え、吉幾三さんのスイカ？スイカ、スイカってどういうの？ね、どういう字？どういう字？あの、だから酔う、あの、酔っ払うのように歌。ああ、そうそうそう、酔っ払うのように歌ってスイカっていう曲があるんだ。うん、スイカの名産地のスイカじゃなくて。ああ、吉幾三さんに。うんうんうん、へえ、はい。今日のズームをミュージックリクエスト。はい、吉幾三スイカ。
はい、エンディングで、ね、お送りしますので、どんな曲か知らないけど、ちょっと辛坊さんもしっかりと堪能してください。はい、わかりました。さあ、番組ではあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。サル痘感染国内で初確認。ニュースでもお伝えしていますが、昨日東京都内の男性が欧米などを中心に報告が相次いでいるサル痘に感染していたことが分かりました。国内でサル痘の感染者が確認されたのは初めてです。男性はヨーロッパで感染したとみられていて、厚生労働省は欧米などに滞在した人で発疹などの症状がある場合は念のため医療機関を受診するよう呼びかけています。昨日この番組終わった後でですね、毎週恒例のニュースしゃべり残しって言って、あの YouTube 辛坊の旅でこの番組でしゃべり残したことを、しゃべるという、そういうのをやってるんですが、昨日これで、本番終わりにこのサル痘の解説をやってましてね、その中で、一言、まあ、日本ではまだ一人も一例も確認されてないんですが、まあ、この状況を見ると日本で確認されるのも時間の問題ですと言って、でお家帰って家帰り着いたら日本で第一例が出ましたって話で、あら3時間前に喋ったばっかりじゃんっていう、そんなことがあったんですけども、まあその解説の中でもいろいろやって、で逆にその解説の中でもやっていないこともありますんでね、まあ両方見ていただければ、聞いていただければいいかと思うんですが、まずですね、これ実は日本人で感染リスクの高い人低い人ってあるわけですよ。まあまず一つ、なかなかねストレートニュースでは扱わないっていうか言及しないんですが、ワイドショーとか新聞の、新聞でもね全く扱ってない新聞もあるんですけども、全世界的にニュースやるときにはもう当たり前のように報道してるんですが、日本ではもしかすると、なんか差別を助長するんじゃないのみたいな、まあ、危惧もする人がいるのかもしれないですけど、やっぱり事実だから伝えとかなきゃいけないのが、全世界で感染例って、まあ、1万件以上出てるんですけども、圧倒的大多数が男性同性愛者なんですよ、でこれが男性同性愛者が性行為の中で感染しているケースが非常に目立っていてですね、もう全世界的には9割以上ですね、9割台のもうそれも後半に近い数字なんで、それ以外の人もごく稀に感染しているという状況で、そのぐらい密な接触でないと感染しないんですよ、逆に言うと。だから通常のコロナみたいに、まあ、飛沫感染だからもう空気感染に近いような状況でどんどん移っていくよっていう病気とは全く違ってですね、かなりの濃厚、これは本当のかなりの濃厚接触でないと移らないと。で、もともとサル痘っていうのは、げっ歯類っていう、まあ、自然宿主っていうのはげっ歯類、まあ、リスとかネズミとかですね、そういうところが持ってるウイルスが、たまたま猿に感染して発症したのを見て、あ、猿でも人間の天然痘みたいな病気があるよねっていう。で、むしろそうじゃなくて、人間の天然痘が撲滅された後に、なんか人間の天然痘みたいなやつが猿で出てるぞとか、あるいは人間の天然痘みたいな症状が出ちゃったけど、あれ天然痘もういっぺん復活したんじゃないのみたいなことがきっかけになって、はいはい、あ、いや天然痘じゃなくてこれは猿痘で、猿に起きる人間の天然痘と同じような感じの病気で、自然宿主は月種類というアフリカに住んでるリスとかネズミとかが持ってるウイルスがたまたま猿に感染すると猿で人間の天然痘みたいなポツポツの発疹が出るよね、発疹が出るよねっていう、そういう病気として認識されたといういきさつがあって、でまあ長いことそういう病気があるというのは知られていたけれども、人間にうつった場合に人間から人間への感染ってまずないよねっていうのが今までの認識だったんですが、ここへ来て急に WHO が全世界にちょっとやっぱりこの病気気をつけなきゃいけないよっていう言及をしている理由はこれよくわかんないんですよ。わかんないことだらけなんだけども、いくつか想像できることがあるんです。いくつか想像できることは何かというと、
相当濃厚接触でないとうつらないんです、人から人へはね。で、今まではそんなに人から人へ濃厚接触する機会というのがそんなに多くなかったんじゃないのかっていう説もあるわけですよ。だからウイルス自体が変異した可能性、あるいは人間の側にうつりやすく人間がなっている可能性、もう一つそれに加えて、今までだったら人から人への濃厚接触がそんなに簡単には起きなかったのが、今インターネット等で、今までだったらなかなかパートナーを見つけづらかったようなあの方々がですね、インターネットの普及で国境を越えて簡単にパートナーが見つけられるようになったから、接触、濃厚接触の、まあ、頻度が昔に比べると増えてるんじゃないのって見方があるわけです、はい、で裏を返すと、そうじゃない人の感染リスクはまず基本的に非常に低いので、コロナのように爆発的に人から人への感染で増えることはまずなかろうということの知識が一つ。過度に恐れる必要はない。そうですね。それと同時に、天然痘の免疫持ってる人はかかりにくいっていうのは、これ全世界的に明らかで。で、日本で言うと1962年より前に生まれた人っていう天然痘のワクチンを3回接種してます。この人たちはかなり感染リスクが低かろうと、それから1962年から68年生まれ、現在54歳から60歳の方は2回天然痘のワクチンを接種してます、この人たちもかなり感染リスクが低いだろうと、1969年から75年生まれ、現在47歳から53歳の人は1回接種してます。で、免疫があるので、この人たちももしかすると感染リスクが若干低いかもしれない。ただ感染リスクの高い人は、日本の天然痘ワクチンの接種は1976年に終わってるんです。だから年齢で言うと40歳代より若い人。というのは免疫が天然痘にない。天然痘に対して免疫がないと、このサル痘の同じ系列のウイルスなんで、これにもかかりやすい。で、全世界の感染例見てると、やっぱりね、30代ってのは圧倒的に多いんですよ。若い人も多いんですね。だから日本でも40代半ばより若く人で、若い人で、さっき私が申し上げたような濃厚接触の可能性のある人は、それなりにリスクが高いと認識した方がいいと思います。その知識は持っておかないと防げないですから。分かってるんだとね、分かってないんだと。そうです。だから、まあ、感染ルートも分かってますし、どういう人がかかりやすいかも分かってますから、その知識をまずしっかり持っておくということで、濃厚接触を避けると。で、今回日本で感染した人も、海外でやはり濃厚接触があったんじゃないのっていうのは、これもう明らかになってますから。だから、まあ、そういうケースでないとそんなに心配する必要がないけれども、私が今申し上げたようなハイリスクの人たちは、そういう人たちの間でこの病気がかなり流行ってるんだという認識を持っておくという、この知識をしっかり持っておくことが私はとっても大切だろうと思います。確かにそうですね。はい。はい、お時間になりました。ズームオンでした。ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは神奈川県横浜市国広さん、神奈川県のナイフとフォークソングさん、東京都足立区の恥を忍んでさぬきうどんさん、お三方からのリクエスト、よし行くぞスイカ。スイカは酔う歌と書いてスイカでございます、はい、よし行くぞさんの雪国酒よと並ぶ代表曲ということでございます。やれんそうらんのとこあたりね、しみるじゃないですか。これ聞いたら、あ、知ってる知ってるっていう ね、紅白歌合戦でも歌われた曲だということでございますが、いやこれは酔う歌のスイカでありまして、スイカとは何の関係もないということがやっぱり曲を聞いたら明らかになりました。そうですね、はい、さあお聞きの日本放送、この後はショーアップナイターです。福岡ペイペイドームからオールスターゲーム第一戦です。解説藤原満さん、実況は KBC 九州朝日放送の沖重義アナウンサーです。で、明日の朝6時からの新葉一華の OK コージーアップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。アメリカ連邦公開市場委員会開催、大幅利上げ実施か、そして日本の超党派国会議員団が台湾を訪問へというニュースなどを取り上げます。明日のこの番組、辛坊治郎ズームそこまで言うかは、新型コロナ第7波で揺れる旅行業界、行動制限ない夏休みの旅行観光業界にズームするといえば、ゲストは航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんです。鳥海さん、私、はい、明日はそちらのスタジオに伺いますので、なんか久しぶりな感じ、はい、
久しぶりではないと思いますけど。だって木曜もいなかったです。先週ですか。ああ、そう言われてみればそうですけどね。はい。なの、いや、増山さんにお会いできるのが楽しみだな、私もとても楽しみだな。ところで飯田君どうしてるんですか。飯田さんはね、まだ療養中になります。どうなんですか。その後病状その他の連絡というのはあるんですか。そんなに症状は重くないです。軽くね出てるぐらいですよ。あ、そうなんだ、はい、やっぱりサボってんだ、ね、そう言うと思ったからちゃんとね療養しなきゃいけないんです。あ、そうですか、はい、会社の規定によりやっぱり、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と松山さやかでした。明日は東京から来てね。